どうも、イケリヌです。今日はブラックな企画をやろうと思います。これ LINE ライブをやった時に視聴者さんと思いついた企画なんですけど、私も気になるし、みんなもすごく気になることだと思います。それではクリスマスが終わり、クリスマスプレゼントをメルカリに出している人はどのぐらいいるのか見ていきましょう。まずね、絞った方がいいと思うんですよ。どう検索しようかな。あ、でも絶対アクセサリーがあると思うので、ここは多分レディースのアクセサリー、ネックレスかリングが多そうなんだけど、どっちが多いんだろうね。どっちもがねできないので、ひとまずリングで見てみましょう。これ多分送った方の男性の本気度が高い商品だと思います。これで商品の状態、これ大事だね。新品未使用か未使用に近いであれば、おそらく最近もらって売りに出したものだと思います。どれだろうね。怪しいものを見ていこう。これちょっと怪しいよね。ノジェスピンキーリング、今年の6月。あ、これ違うな。これそうなんじゃないかな。4°C の指輪、新しそう。来た。クリスマス前に彼氏と別れてしまったため、使わなくなった新品のみ使用で、捨てるにはもったいないため出店させていただきました。とりあえず1人いましたね。他見てみよう。どんぐらいいるかによるね。これ怪しいよ。これバッグ付きのプレゼントではないでしょうか。あ、違う、箱だけ売ってる。箱だけ売るってあるの？あ、これ怪しいんじゃない。でも8万円ってすごい高いけどね。この右のやつ、あ、何にも書いてないや。別れたって書かない人の方が多いのかな。あ、これもソールドアウトしちゃってますね。これ怪しいんじゃない。新品未使用。違う、リングピローじゃないね。意外とないね。この辺は、これちょっと怪しいかも。お買い上げ日12月の5日なんで、これじゃないな。あ、これ怪しいんじゃない。よく使うつもりだったので。あー、でもこの人は違いそうですね。結構本当に宝石が好きで自分で買ったりとか、自分が使わなくなったものを売ってるって感じですね。これはティファニーリング。あ、2つか。出品理由といたしまして、私の出品欄にございますもう一つのティファニーリングと同じくクリスマスプレゼントに購入しましたが、トラブルの発生のためです。こちら袋から出しただけのほぼ新品の状態でございます。うわー、これしかも記念日入っているやつですね。これは悲しいプレゼントだな。いやー、なんかダメだ、やっぱりこの企画悲しくなってくるもん。だからダメだ、テンション下がってくるのでやめよう。